おはようございます、翔健です。今日は効率いい採集方法の動画です。とりあえず近くにある草全部虫取っちゃいます。じゃあ納得にも手伝ってもらいます。これはピタヤなのかな。あ、違った、普通に木の実だ。ピタヤあるはずなんだ。 あった、ピタヤ。ピタヤ多分5個を採取すると実績解除するはずなんですけど、なんか少ないね。ない。あそこの草取って、あ、まず先にじゃあ納豆群に隊長を出し、団長を出しますね。納豆群にレイヴェンシェルターに行ってもらいます。一箇所マークしたわ。で、納豆群がレイヴェンシェルターで服を変えて戻ってきてくれたら草が全部枯渇します。まあ、これ一人でもできるんですけど、二人いると効率いいかもしれないです。あれ、納豆くんもう戻ってきた？まだか。一箇所マークしたわ。まあ、ここ普通にじゃ、あ、戻った。戻った、納豆くん。あ、ほら、皆さん、右上見てください。もう全部復活してます。なので、密集しているポイントで、湧くのが遅い資源があれば、もうライン変えればすぐ復活しますよ。異常気象と同じです。あと、異常気象で、僕は毎日、たくさんの人間を連れて、その場でトラック復活させてるんですけど、一応動画も出したんですけど、解説してなかったから、まあ、後日また、後日ってか今日やろう。トラックの、その場での解説をこう。これも今日、納豆君時間あったら、納豆君に出てもらおうかな。で、今度は納豆君に隊長、団長をもらって、で、ライン変える方法を説明します。で、一回、レイヴェンシェルター。一箇所マークしたわ。で、レイヴェンシェルターついたら右上のミニマップを開いて、一番右上に相互矢印があるんだよね。相互矢印を押して、で、適当に今と違う国に飛んで、で、これでラインは変わりました。ただし、納豆群のところはまだライン変わってないので、一旦ゴールド砂漠に行かないといけないんですよね。まあ別にどこでもいいんですよ、ゴールド砂漠。モハベ監獄でもいいし。で、一応まあ自分を採取するんで、さっきの石質化学研究センターに行っております。一箇所マークしたわ。すると納豆群の方では僕のさっきの画面のように資源が全部復活しちゃいます。大量に草があります。封鎖エリアもこの方法で実はラインを変えられるっぽいです。ということで、効率いい採集方法でした。